島ランプ付近まで5キロほど渋滞しています。臨海副都心を先頭に東扇島ランプ付近まで16キロほど交通集中のため渋滞しています。この渋滞を抜けるのに10分ほどかかります。続いてその他の高速道路のお知らせです。6号三郷線